工事、家具ホッチキスの充電方法。ホッチキスが使用するホッチキスのサイズに関する情報については、ホッチキスを慎重に検査する必要があります。その後、必要なサイズのステープルを購入してください。ステープラの下部にはステープルフィーダーがあります。あなたはそれを押して横に押す必要があります。これで抽出できます。 ホッチキスを取り、ホッチキスにロードします。ステープルフィーダーをステープラに挿入し、閉じます。ホッチキスの準備が整いました。